はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。1時25分になろうとしていますね。8月の23日月曜日でございましてですね、明けましたウィークデーです。ウィークデーというのに電話の一本もかかってこないメールはですね、仕事のメールは来ませんね。遊びのメールは来ますけどあかんやん、見捨てられてるやん僕、ほんまに。もう世間の端っこの方でじーっと生きてなあかんねん。もう時々誰かにね、声かけてもらうとね、あかんわ、俺見捨てられたんやと思ったりしひんね、別にどうでもいいんですけど、こんなアホなこと言うてんと。本題いきましょうか。朝鮮オンラインでございましてですね、23日今日ですね、朝の7時48分に出たニュースでございます。世間に見捨てられても全然平気なんですよね。いや、食うに困らなければという前提ですけどね。世間がどう思っていいよと全然平気などうでもええわって。行きましょう。 GM ボルト EV 約7万台を追加リコール LG 緊張という記事なんですが、貼りません、調査オンラインですんで。なのでこれだけ見るとわからないですね。暑いわほんまにもう。お昼にねビール系飲料3回いただいて昼寝したいなと思ってます眠たいけどもう一本喋んねんっていう、行きましょう。米ゼネラルモーターズ GM は火災が相次いだ電気自動車 EV ボルト EV、 ボルト EV っていうあれがあるみたいですね、ブランドがあるみたいですね。それでなんかこれ写真を見るとなんかスポーツっぽい感じですね。ボルト EV について事実上全面リコール回収無償修理を決定した。 GM は20日2019年以降に生産され北米で販売されたボルト EV と派生モデルのボルト EUV7 万3000台に対する追加リコールを発表した。当初 GM は2017から19年生産分約6万9000台についてのみバッテリーモジュールの部品を交換するリコールを実施してきたが、今回対象を直近の生産分まで拡大した。ボルト EV は LG ナジーソリューションややこしいな、LG ナジーソリューションが生産したバッテリーセルを LG 電子がモジュール化したバッテリーを搭載してるっていうのようわからんですけど、要は LG で、 LG というのはねラッキーゴールドでございまして、日本語で言いますと金星、ゴールドですね、ゴールドの金に星ですね、ラッキーゴールド、LG 製いわゆるお隣さん製のバッテリーを使ってる GMの車をですねリコールに、ほぼ全車リコールにしたということですね。もうちょっと行きましょうか。北米以外の市場で販売されたボルト EV のリコールも段階的に進めれば対象車両は15万台を超える見通しだ。米 CNBC、 CNBC っていうのはこのなんていうか経済系のニュースを流すケーブルテレビです。で日経特に出て日経 CNBC という、テレビ局 CS 局がございまして、九段下の日経本社の中にスタジオがあって、もう10年ぐらい前でしょうかね、私も何て言いますかね、その番組に準レギュラーっぽく出ていましたけども、もう10年以上前の話ですね。でもちゃんとあります。米 CNBC はバッテリーモジュールの交換にかかる費用は当初8億ドル（約878億円）から最大18億ドルまで増える見通しだと報じた。18億となりますと約2000億近いお金ですね。安くはないです。それに伴う LG の追加損失も避けられない見通しだと。GM は17年から北米でボルト EV の火災が少なくとも3件起き、昨年11月に最初のリコールを決定した。GM は当時バッテリー管理ソフトウェアをアップデートし充電率を 90% に制限した。正確な火災原因を特定するまで火災の再発を防ぐための当面の措置だった。ところがソフトウェアをアップデートした車両でも火災が起きたことから GM は今年7月バッテリーモジュールの交換を決定した。
GM はバッテリーセルで2つの稀な製造上の欠陥が同時に発生したことが火災の主な原因と見られるとし、欠陥が発生したバッテリーモジュールを交換すると証明した。まあいいか、うじゃ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 って書いてあります。簡単に言えばですね、まあ世界で2番目ですかね、今1番がトヨタですから、2番目の自動車メーカー GM、 ゼネラルモーターですね、アメリカの会社がですね、EV、いわゆる電気自動車に使っているバッテリー、バッテリーでも主要な基幹部品というべきでしょうかね、ガソリン車で言えば、エンジンに当たるところですね。でですね、火災が発生していると。でそのバッテリーを作っているのがラッキーゴールドという LG 社という愉快なお隣さんの会社で、どうやらその製造的なミスがあったと。でそこでこう火災が起きると、要は燃えてしまうわけですね。これ前から言われていることです。前から言われていることで、なんで LG 社のバッテリーを使うかというと安いんです。日本もパナソニックとか作っているんですけど高いんですね。で安いから使おうって使ったところが、LG 社のバッテリーが燃えると、ブンと燃えると。もうこれはですね、構造的に燃える構造であるというふうに考えれば、まあまあ置いとけないわけであって、全部交換すると。交換するにしてもですね、これは LG の責任やから LG が金出せよということになるわけなんですけども、まあ十分なテストを経た結果採用しているはずなんで、まるっきり LG のみに責任を着せられないところはありますけども、まあでも大まかにはですね、大まかには LG の責任やんとこう言ってしまえるでしょうね。アメリカの裁判とかになっても、まあ裁判になるかどうかは分かりませんけども、そうなると LG はですね、非常なその損害を被る。まあ2000億というふうに書いてありますけど、もうちょっといくかも分かりませんね。2000億というのをですね、純利益で出そうと思えば大変なことです。まあトヨタなんて安々と2兆円ぐらい出します出してますけどね、四半期で1兆円ぐらい出しますからね、簡単に。でクラスになると大変ですけど、愉快の隣さんのラッキーゴールドっていうのは今ナンバー3ぐらいの財閥ですので、まあ出せなくはないで支払うとは思いますけど、信頼性ということに関しては非常なマイナスですね。では今後 GM がですね LG を採用していくかというのになると、言うほどの信頼回復がない限りは LG 社ちょっとやばいやんということになりますね。なんか救急車ですかね、あれは。はい、ということが発生しているということです。お隣さんの企業というのは基本的にアッセンブルメーカーなんですね。いろんなところから優秀な部品を買うてきて、それをうまく組み立ててですね、製品化して海外に輸出するというのが基本ビジネス構造でして、自分たちで開発するというのは稀です。稀です。そういう面倒くさいことはしないと。まあまあ風土と言いましょうか、国民性と言いましょうか、そういう社会なんですね。日本は一生懸命ね、エンジニアを雇って開発するんですよ。次新しい製品出すでとかってをやる会社、やる風土があるんですけど、お隣さんはそんなんやったら、そういう技術を持った日本人を年収1億円で引いてこいやという、そういう風な風土なんですね。それでやってきた会社なんでですね、やっぱりこうものづくりというものに対するこう思想というか取り組み方が日本とはやや違っているところがあります。まあそれが原因かどうか分かりませんけども、今回 GM に対してですね、こういう大変な7万台とかって言いますと、それはものすごい面倒くさいリコールですねを発生させてしまったということらしいです。まあこれがね、いきなりそのお隣さんの経済に関係あるかっていうのも、そんなあったらたかだか2000億ですからなんちゅうこともないなんちゅうこともないんですけども、ものづくりということに関してはですね、今後の GM のですね、サプライチェーンに関する考え方に多少影響するんちゃうんかなと。いまだに日本製のバッテリーが発火したという話は聞きません。どうなんでしょうね。愉快の隣さん製のバッテリーはですね、パソコンでも時々発火しました
時々発火します。バッテリーってなんか難しいものらしいですね。私もよくわかりませんけど、要は発火するんですって、もう僕も怖いなと思ってるんですけど、時々発火するそうです。やっぱりそれは何でしょうね、使い方というよりもやっぱ製品の何かでしょうね。 90% の充電までで、規制するというふうに GM はやってたそうですけども、それでも発火したということなんで、怖いやんということですね。はい、これ貼りません。調査オンラインの23日7時48分 GM ボルト EV 約7万台を追加リコール LG 緊張という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。